言葉をどんな風に受け止められましたか？いやもう本当に即位されたというですね、やはり決意に、みなぎるものにですね、やはりこれからまた象徴として上皇様が、はい、歩かれた道をまた同じどうあるべきかということを追い求められるんだなという、覚悟にも見た言葉というふうに感じました。ですから冒頭上皇様に対する感謝の気持ちっていうのはかなりの部分を占めましたもんね。そうですね、半分くらい占めました。そして、上皇后様の歩まれた道を皇后雅子様がという言い方もできるかと思いますが、今日は青木先生に亡くなりました。80歳でした。高橋フィニッシュ、金メダル。2000年のシドニーオリンピックでは高橋尚子さんの監督を務め、日本女子陸上界初の金メダルを獲得。恩師の訃報を受けて高橋さんは、オリンピックでメダルを取れたのも、世界記録を出せたのも、今の自分があるのも小出監督のおかげです。またオリンピック2大会連続でメダルを獲得した有森裕子さんは、喧嘩の処置しましたけどね。ただやっぱりちゃんと向き合ってくださる方だったし、そこは本当に感謝しかありません。東急電鉄は駅の券売機でお金を下ろせるサービスを来月8日から始めます。リオオリンピック日本代表江藤隆が抜群の跳躍を見せ